夢ラジオ第2278回、今日は令和2年6月18日木曜日です。時刻は午前7時、横浜港北、木曜の朝。空は曇っていますが、6月の曇りというんでしょうか。紫外線が強いですね。今日は雨の降るお天気ではなさそうです。マンション前の森、ウグイスが朝から鳴き始めて、その声で目覚めた、そんな朝です。夢ラジオ2278回目。今回は、日本共産党の歴史、躍進、お話しします。日本共産党の歴史、躍進。1955年、昭和30年の六全教で、とりあえず諸官派と国際派が和解した、そんな体裁を取り、そしてその後の第7回、8回党大会で宮本体制が確立した、そのお話はいたしました。分裂時代、そして武力闘争路線の頃、日本共産党の名は地に落ち、衆議院選挙でも0議席。その現状を受けて、議会民主主義へと日本共産党が六全教以降舵を切った、これは正しかった。今振り返っても宮本路線、つまり議会民主主義、これを尊重するという、この路線がなかったら日本共産党はとっくの昔に潰れていたでしょう。実際、フランス共産党、イタリー共産党、もう今見る影もありませんが、60年代70年代には大きな力を持っていましたけれど、その欧州の共産党がソ連共産党に忠実、武力革命を志向した。それにより人々の支持を失っていった。一方、日本共産党、ソ連とは手を切る、中国とも手を切る、自主独立、これを掲げたことによって、議会制民主主義、これが受け入れられました。分裂時代の暴力事件、これも次第に人々の記憶から薄れていきますから、やがて60年代、徐々に日本共産党は議席を伸ばしていきます。日本はちょうど高度経済成長ですから、自民党の保守政治が安定していた頃、けれど、その自民党の保守政治だけだと、どうしても政治は腐敗します。そのカウンターとして日本共産党にはそれなりの意味があった。どころか、高度経済成長はあっても、まだ60年代70年代にはこの資本主義社会の後には社会主義社会来るんじゃないのか、やがては共産主義社会がという、そんな幻想も
持ててた時代なんですよ。東京で美濃部都政、京都で蜷川府政、大阪で黒田府政、この東京、京都、大阪で社会党と共産党が推す候補、当時は革新勢力と言ってました。革新候補が当選。それだけでなく多くの政令都市で革新市長が生まれました。日本共産党が衆議院で40議席を取る、あれは1972年、田中内閣の頃ですよね。昭和47年ですよ。衆議院だけで40人、これは革新会派も合わせてです。で、参議院とだと、もう日本の政治の中で共産党の勢いは無視できない、今の公明党以上だったでしょう。党員も40万人を数え、そして新聞赤旗、日刊誌、そして日曜版を含めて300万部、この70年代から80年代の前半にかけてが日本共産党の最盛期であったと言っていい。高度経済成長とはいえ、どんな社会にも弱者はいます。その弱者に寄り添おう。そして対案はなくとも、なんせ自民党政治に反対していれば、それはそれで聞いてて気持ちいい。また宮本不破体制、これがしっかりと党を運営しましたね。ですから、この宮本賢治という人は、器用方変のある人で、私もなかなか捉えにくいなとは思っているけれど、戦後の日本共産党をしっかりと運営した。しかも暴力を使わずに、組織なわけで、政治組織ですから、排除の論理を行使したこと自体は咎められないでしょう。どんな組織もそうです。ただし日本共産党、戦前から含め、もう正しかったのは宮本賢治ただ一人だったという、そんな党の歴史に今なっています。設立メンバーのどれも取り上げられることはなく、虐殺された野呂栄太郎、小林多喜次、岩田義道、彼らは党の歴史に出てはきても、徳田九一、これは所管派として排除され、志賀義雄、彼は日本共産党の分派を作りましたね、排除され、袴田さとみ、宮本賢治との論争の末に除名され、伊藤律、このような人はいなかったことになっています。というわけで、戦前から戦後への日本共産党の一貫性を示す、それはひとえに宮本賢治にかかっており、宮本体制で戦後の共産党は躍進した。何度も言いますが、あれだけの党を運営するわけですから、器用方変あって当然でしょう。リンチ事件については今回は話さないことにします。しかも後の話になりますが、宮本さんが亡くなった時、党としては個人崇拝はしないというわけで、至って普通の扱いでした。というより、徳田九一が戦後出てきた頃まではね、各国の共産党よろしく、日本共産党も大きな顔をね掲げて崇拝するみたいな、そんな傾向があったんですけど、
ソ連共産党はよくやってましたね。マルクスやレーニンやスターリンや、あとその時の指導者やを大きな顔でこう行進するっていう、そして個人崇拝。日本共産党は、上意下達の組織でしたが、これはしなかった。宮本の顔をドンと壇上の上に置いてという、今も中国や北朝鮮ではやってますけど、ああいうことはしなかった。その良識はあった。この躍進時代、各地で革新的な自治体が誕生し、日本共産党の歴史というその視点では、注目すべきことなんですが、今振り返ってとてもじゃないけど、70年代の革新自治体、良いことをしたとは言えないですね。例えば東京、あるいは京都、このような自治体では、平等ですよね。それが教育にまで及ぼされ、例えば都立高校によっておいては学校群制度、もう都立高校の格差がなくなってしまった。京都では学校群制度よりももっと過激に都立高校の標準化が行われ、かつての京都一中の流れ汲む洛北高校、今でこそ復権していますが、もう見る影もなくなりました。それは日比谷も同様です。日比谷も今でこそ東大に50人ほど出せる都立に復権していますが、もう東大には行けない、どころかもう普通の都立高校になってしまった。あれはひとえに70年代からの革新自治体の結果ですよ。あるいはこの身延渡世について言うと、この身延さんは北朝鮮にも行って痛く感動し、良い面だけ見せられればそれは感動しますよ。ですから東京都政においてもね、この北朝鮮寄りのそんな都政を敷いた、その遺物が今私たちが見る朝鮮大学校であったり、各種の朝鮮学校であったりします。身延渡世では随分この辺りが優遇された。というより身延渡世あったからこそ朝鮮大学校もできたわけですね。この身延良吉ですか、名前から分かるように、憲法学者戦前の身延辰吉の息子さんですね。もう一人兄弟がいたと思いますが、この身延良吉、かつては革新勢力のスターみたいな存在でしたが、今振り返るとゾーッとしますね。あの頃の革新都政は。やがて1980年代に入り、日本共産党にも徐々に衰退の影さしてきます。それについては次回またお話しましょう。夢ラジオ第2278回、今回は日本共産党の歴史、躍進取り上げました。木曜の朝です。